琉球デイゴスは沖縄県浦添市を本拠地とする女子サッカーチーム。2018年シーズンにより全ホレン株式会社とのネーミングライツ契約によりチーム名を全ホレン琉球デイゴスとしている。2018年は九州女子サッカーリーグ一部に所属する。2014年7月設立。数年後のなでしこチャレンジリーグ参戦を目指し、 沖縄県村添市を拠点に、中城村、北中城村、近町、西原町、女村にて活動している。練習グラウンドは、村添市陸上競技場、北中城すく村潮再公園、近町フットボールセンターがメイン。トップチームのみならずユースチームも保有しており、JFA 公認ライセンスを取得した女性スタッフ、及び琉球デイゴス選手を中心に、サッカーを含めた、 様々な指導を行っている。10月19日に、ブラジルのコリンチャンス株組織にも在籍し、ブラジルやイタリアでプロサッカー選手として活躍し、引退後は、イナック神戸レオネッサにて、ユースコーチを歴任した、ヤギシュイ一が新監督に就任。そして、沖縄県政としては、初の皇后杯出場を果たし、さらにリーグ戦では、九州女子、 サッカーリーグ2部への昇格も決めた。3月14日、なでしこリーグや他の地域リーグなどから獲得した14人の新加入選手と昨シーズンまでなかったユニフォームスポンサーを新たに発表した。九州女子サッカーリーグ1部への昇格に向け、盤弱なチーム体制を整えた。開幕以降、着実に勝ち星を重ね、4試合を終えて全勝。 9月1日時点での順位は、特殊点差で首位を維持。だが、12月10日の、第13節、東海大学附属福岡高等学校と対戦し、1から5で敗戦。連勝が止まってしまう。翌日のリーグ最終戦、第13節から2、九州共立大学を5の0で勝利。同日、1位の東海大学、附属福岡高等学校が、3位のビクサーレ。 沖縄 FC、ナビータに1 5で敗れ、6勝1敗の成績で、上位3チームが、勝ち点で並んだ。この結果、得失点差で1位琉球デーゴス、2位東海大学、附属福岡高等学校、3位ビクサーレ、沖縄 FC ナビータとなり、九州女子、サッカーリーグ2部優勝と1部への昇格を決めた。シーズンオフには、八木周一監督、 又吉ヨシ・コーチの契約満了が発表された。2017年シーズンに向けて、ユースチーム監督及びトップチームのコーチとして、東山氏と新たに契約。そして、日本女子代表で、国際 A マッチ50試合の経験を持つとともに、千葉サッカークラブレディースの監督、東京国際大学女子サッカー部のコーチを歴任した、山切恵がトップチームの監督に就任することになった。 開幕戦である、東海大付属福岡高校との対決は3-0、第2戦の福岡女学院との対決は2から1で、いずれも勝利した。最終的にリーグ戦を制したが、なでしこ、チャレンジリーグへの昇格に必要な資格を満たして、いなかったためチャレンジリーグ入れ替え戦には出場できず、2位となったビクサーレ沖縄 FC、ナビータが、九州代表となった。今シーズンより、 全ホレン株式会社とのネーミングライツ契約により、チーム名を全ホレン琉球デーゴスに変更。チーム名変更に合わせて、シンガーソングライターの足立かなを応援リーダーに任命して、デーバイデーを今シーズンのテーマソングとしたほか、FM よ、ミタンとメディアパートナー契約を締結し、九州リーグのホームゲーム全試合をインターネットテレビで生中継することも発表された。 2016年に企業スポンサーのロゴを入れるまで胸部分にはデーゴスのチームロゴを入れていた。ありがとうございます。